おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日もおむすび実況続きやっていきましょう。前回はね、あのイッサさんと、あの言いづらい、呼びづらいイッサさんという方と出会ってですね、まあおむすびをあげちゃったんで持ち物が何もなくなりましたよっていうところですね。いや、怖い、もう前回怖かったね。なんかさ、全然こう隠れられるところ見つけられなかったけどさ、今思えばパート1のあのテレビの占いコーナーでさ、あのラッキーアイテムは白い壺ってさ言ってたじゃん。それが伏線だったんだと思って、いやー気づかなかったわ全然。くそーってことで、じゃあ続きやっていきましょうね。でこっちにはもう行けないんだよねきっとね。さっきの部屋には戻りたくない。オッケー、じゃあこっちだね。こっちに行こう。こうか。オッケー。おお、なんだここは。美しい。ん？ BGM が。怖い。不穏だ。どうしよう。ちょっと一旦ぐるっと回って入れそうな部屋に入るか。うわ、いっぱいあんな。いっぱいあんな。ちょっと、え、ここは？うわ、やば。あ、この BGM 怖い。前回までのあの追いかけられてる時のはっどんどこどんどこみたいなやつじゃないからちょっと怖いな。ちょっと右から、手頃な右から行く。なんだここ、いろんな資料がいっぱいある感じ。本がたくさん置いてあるね。どれも文字が古くて読みにくいな。どれ、私が読んであげようかね。どの本を読むんだい。あ、いっぱいあんだ。変国見聞録、天神類書、汚れについて。じゃあ変国見聞録からいこうか。天と地獄の間にあり、俗世に最も近い死後の世界。人ではないもの、もののけや、ガキが住む。また天でもなく地獄でもない混沌とした汚れが満ちているため、変国にとどまればいずれは汚れに侵され、自我を失い物のけに落ちるという。じゃああいつらはこう混沌とした汚れにこう体が侵食されてしまって物のけになっちまった集合体なんだ。なるほど。でじゃあ天神類書に、なんだこれ。天神は天に住まう者、人よりも優れた存在とされ寿命も長く苦しみもない。しかし煩悩を常にまとい解説もできない。どういうこと？煩悩を常にまとい快脱だった。快脱もできない。快脱できないってどういうこと？天神が死を迎える前兆を生の御水という。1、美しく楽しい声が出せない。2、体の輝きが失われる。3、沐浴した時に、水が流れ落ちにくい。4、目につくものに執着する。5、飽きて瞬きの回数が増える。生の御水は良い行いをすると助かるという。すごい難しい言葉ばっかりだな。あってなかったらごめんね。汚れについてじゃあ読もうか。汚れについて。忌まわしく不浄な木。不浄に触れ続けると神でさえその力をなくしてしまう。土地に汚れが満ちれば災いが絶えず起きるという。汚れはそこにあるものであり、また生まれるものでもある。辛い物事や悲しい物事に触れると気力を失い、汚れとして、あ、へえ、汚れが生まれることもある。なるほどね。うん、これで終わりか。で、こっちは何？おやおや。イッサさん、何見てるの？ん？春画だよ。おひなにはまだ早いんじゃないかい？春画って何？春の絵画さね。へぇ。春画なんて、もう、イッサさん。もう、エッチ。イッサさん、ここ通るたびこの絵見てるな。あー、これ二択だったんだ。ちょっとバカって言えばよかった。どの本を読むんだい。あ、ここは全部同じなんだね。特に他には何も変わったものは
ないかな、なーい。はい、じゃあ次行こう。次どうすっか。じゃあ上行くか。いや、この音怖いな。はい。お。うわ、人形動いとるな。あの人形さん、動いてる。おやおや、可愛らしいお嬢さんだ。イッサさんって女の子だったら誰でもいいの？私は女に目がないんだよ。なるほど。じゃあ人形ちゃんに話しかければいいのかな。その前に他にも話、誰が何をどう言ってんの？私の部屋のものに勝手に触らないで。どこかから声が聞こえる。ああ、ダメなんだ。これも多分ダメなんだ。あっ！私の部屋のものに勝手に触らないでって何度言えばわかるの？あ、ごめんなさい。おとなしく話しかければよかった。ねえ、そこのあんた、私と一緒に遊びましょうよ。え、私？あんた、肉がふっくらしてて美味しそうなんだもの。そうだね。おひなはふくふくしてて美味しそうだね。ダイエット中だもん。私と掛け事で遊びましょうよ。私に勝ったらいいものをあげる。その代わりに私に負けたら一かじりさせてちょうだいな。はぁ、一かじり？物騒なこと言う嬢ちゃんだね。どうするんだい、おひな。受けて立つ。遠慮します。これさ、受けて立つ以外の何もできないんじゃないの？ちょっと遠慮したいけどね。でもセーブしてるし、まあ受けて立ってみるか。そうこなくっちゃ。じゃあ長飯で遊びましょう。私がツボ振りよ。オッケー。これなんかインチキされそう。長飯。彼女がサイコロを2つ壺に入れて振るから、おひなはサイコロの目の合計が偶数か奇数か当てる賭博さね。偶数だと思うなら長、奇数だと思うなら半ってね。なるほど。じゃ始めるわよ。長半駒揃ったわ。入ります。はい、さあ張った張った。長か半か。これ運ゲーじゃない？でも私偶数が好きだから。あれ、どっちが長でどっちが半っつった？どっちが奇数？半が偶数かな。半分で割れるから、じゃあ半にしよう。長半駒で揃いました。さあ勝負。あんたの勝ちね。やったー、よかった。それじゃあ約束通りいいものあげるわ。べっこう飴を手に入れた。やったー、ありがとうね、日本人形ちゃん。ずっと一人で退屈してたの。ありがとう、楽しかったわ。今だったら触ってもいいの？あ、これ何回もやったらまあ殺されてしまうから、ちょっとやめとこう。ちょっとセーブしに戻るか。うわ、これファイル5個までしかセーブできないの？マジで？あ、そうなの。なんかこの一番上のファイル1のさ、このお化けみたいなやつ、ちょっとレアな感じするじゃん。レアな感じするから、ちょっとさ、ファイル2にしようかな。じゃあ、こっちは別に調べられないね。続き調べるか。この BGM がひたすらに怖い。さあ、ここ。ここはなんだ？あ、ここにもお人形さんがいるね。多分ここも勝手に触ったら怒られるんだろうから、喋ろうか。ねえ、そこのあなた。私？そうよ。私にあそこにある本を読んでくださらない？退屈してたのよ。お願い？はあ、いいでしょう。アリンコと神様、1と書いてある本だ。読みますか？喉の調子が悪い。読む。アリンコと神様1。昔々あるところに働き者のアリたちがおりました。働き者のアリたちは雨が大の苦手でしたが、
雨になるたびに神様がアリたちに傘を差してやったのです。アリたちは神様が大好きで、神様もまたアリたちが大好きでした。ある日、アリたちの巣に雨が降ってきました。神様が傘を差してくれるから大丈夫、そう思っていたアリたちでしたが、雨がいくら降っても神様はやってこず、傘も差してくれません。ピチョンピチョン、ピチョンピチョン。アリたちの家は流れ、家族も仲間も雨で溺れ、みんな死んでしまいましたとさ。続くんだ。めでたしめでた、別にめでたくねえな。ダメか。アリンコと神様一応手に入れた。読みましたよ。その本はそんな話だったのね。ずっと気になってたのよ。こんな体だから読めなくて。あ、これ日本人形にこう憑依してるって感じなのかな。楽しかったわ。ありがとう。あ、別にもらえるわけじゃないのね。この本をじゃあ持って帰れるのか。え、ここ触りたい、調べたい。でもまた殺されるんだろうな。調べないでおくか。詰まったら調べに来ましょうね。じゃあ。もうだってライフが2しかないし。じゃあこっち。南京錠がかかってるね。こりゃ先に進むには鍵が必要だね。うん、どこかにあるかな。なるほど。じゃあこっち行くか。変だな、扉が開かない。あー、じゃあ順番があるのね。なんかじゃあこっちでしょ。なんですかねこれ。おトイレ。あ、ついてこないでよ。おっと、失敬失敬。イッサさん、いいキャラしてんね。トイレする？のこ、のこ、人のこ、人のこ食べたい。食べたい、食べたい、食べたい、食べたい。あ、はい。何？どこかで襖が開いた音がした。え、よかったの？逃げて。あれ？もう調べられない。おや？襖が開いたから多分上が開いたんだろうな。え、怖ー！ちょっといちいちセーブに戻りたいけど、ちょっと一旦覗くか。うわ！うわ、セーブしてきまーす。これアイテムとかさ、今開いてもさ、あ、でも2つあるか。べっこう飴。あ、食べると HP が1回復する。なるほど、そういうことね。じゃあ今1減ってるから、ライフが1回復できたら、まあ、マックスになるけど、まだ、1になったら、ピンチになったらそうしようかな。縁の紐は命綱。縁がなけりゃ一人きり。志願にゃ決して帰れない。志願って合ってるよね、これね。どういうこと？一本道怖い。何？鍵だ。うわ、これ追いかけられるんじゃないの？どっかで使えるかね。取って行くしかないじゃん。鍵を手に入れた。え、大丈夫？大丈夫？大丈夫？あ、なんか出た。止まるな止まるな、朱色の絵にし、狙うは糸、一度絡めば帰れない。走れ走れ、朱色の絵にし、狙うは刃、一度触れれば縁切れる。なるほど、わからない。ああ、何？傷端に死ねば一生、もう一歩、届け届け、ここ、消して切れぬ、はい。え、何何？あ、死んだ。どういうこと？あ、そういうこと。え、よくわかんない。突然あのへっこみができたってことは、あのヒュンヒュンって飛んでくる奴らを避けて進めってことね。あのセリフたちに気を取られて全然見えてなかった。よかった、セーブしといて。じゃあ行くか。これべっこう飴食っといた方がいいかな。しかも長かったしね、なんかね。さあ、取っていくぞ。で？ここ通り過ぎた方がいいの？おのれの亡霊、キザハシに死ねば一生、もう一生、決して切れぬその絵にし、ほい！
間に合い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 、おらあ、死んだ。あ、あれなんだ、あの強制スクロールなんだ、挟まったらダメなんだ。うわ、厳しい。しゅ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 、くそー、悔しいな、むず。なるほど、これあれだな、マウスの方がいいかもしれないな。マウスの方がいいんじゃないかな。マウスにしてみる？マウスどこ？マウス。よし。はい。マウスの方きっといいよね。ここ、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 ああ！あ、ダメだ。これ、ダメだ。マウスでもダメだ。てか、マウスの方がダメかも。ちょ、頑張って、私、うん。矢印キーで頑張ります。はあ。くそー。多分あの縦札読んだ後くらいからだよね、きっとね、あの始まるのは。ちょっと読んどこう。うん、一度絡めば帰れない、走れ走れ朱色の縁にし、狙うは刃、一度触れれば縁切れる、一度も触れちゃいけない、届け届け、へい、よし、いいぞ、今のいいんじゃない。で、こう。よし、いいじゃん。これいけるでしょ、これいけたでしょ、はい、セーフ。うわー、素晴らしい、その腕前。はぁ、はぁ、えらい目にあったな。大丈夫かい、おひな。うん。でも、あの人形ちゃんたちが歌ってた歌、何だったんだろう。己の泣き殻、木座端にって。ちょっと全然さ、それよりもこう、逃げることに精一杯でちゃんと読めなかった、最後の方。イッサさん？さあさあ、鍵取れたし、先に進むさね。うん。セーブしてきまーす。てか、こいつ何なんだろうね、ここの、これ。ここが気になるんだけど。特に何もないんだもんな。セーブ。よし。あー怖い。ここの鍵が取れたから、じゃあここで進むのかな？ここで鍵開くのかな？お、ぴったりだね。やったー！はい、進もう。はい。祠だ！ん？何？ん？何何何？タッチしたよ、イッサさん。祠に触れておくのを忘れるんじゃないよ。だよね。えらいえらい。おひなはこんな場所にいるってのに元気さね。一人ぼっちじゃないし、イッサさんいるから、かな。あら、かわいいこと言うじゃないの。私一人だったら、すごく泣くし、すごい怖かったよ。誰かが一緒にいるって、こんな心強いんだね。おひな、先に進む前に言っておこうかね。え？さっきの日本人形の歌の話さ。あたし言ったろ？祠に触れて、時を記憶するって。うん。時神様みたいに時を記憶すれば、これから不幸が起きても過去に戻ってやり直せるんでしょ？ああ。でも、やり直しが効くのは今のおひなじゃないんだよ。ん？ん？今のおひなが亡くなったとする。それでまた過去へ戻ってやり直したとしても、そこにいるのは今のおひなじゃない。なるほど。ゲームオーバーになったらその時のおひなちゃんは死んでいるということですか？過去をやり直して死を回避し生き残ったおひなさん。今のおひなは気づいてないかもしれないけど、
もう死を体験してやり直した時間軸の先のお雛って可能性もあるんだよ。その通りです。あ、私どんくさいしかけっことか苦手だから、ここまで来れたの変だと思ったんだ。イッサさんがいなかったらここまでたどり着けなかったよ。ありがとうね、イッサさん。もし今の私がヘマしちゃっても、過去に戻れば違う時間軸の私にやり直し聞かせてあげられるんだもんね。そんな顔しないでおくれな。おひな、あたしは、ここに居続けたら危ないもんね。ああ、先に進もうか、おひな。うん。わかった。じゃあセーブする。え、BGM 何？怖い。とりあえず、セーブしたが。時間はどうだろう。もうちょっとだけ先っちょだけ見とく。先っちょだけ。よし。なんだ？あら、戻ってきた。迷いの森みたいな。うわー！猫に見られとるゲー。あ、全然違うところに来た。どういうこと？あ、もう、あ、違う。なるほど。こっちに行くと？わ、違うとこ来たね。こっちは？なんだこれ？ほこら、ほこらか！これも。やった！あ、やった！ラッキー。もう、なんか言ってらんねえな。ファイル1セーブするわ。じゃあ、べっこう飴は、あれだね。ちょっと、温存できたね。一体何なのかは全然わからんけど。あれ？さっき適当に進んでたの合ってたってことか。なるほど。で、こう来たんだよね。じゃあこっちは。うわ！あ、割とすぐ来た。ここって迷路のような場所なんだね。ああ、やっとここまでたどり着いたね。やっとっていうか多分1分くらいしかやってないけどね。ああ、先に進もっか。イッサさん。待ってくれ、おひな。何？しつこいね。逃げよう、イッサさん。何？うーん！やっとここまで来たんだ。こんなところで足止め食らってらんないよ。おひな、早く逃げるよ。助けて助けて。あ、でも引っかかってるあいつ。あ、よし。穴が全部開いた。ジャンプ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 。ん？あれ、消えた。なんで？誰？なんだこの人は。なんか天女様みたいな人。汚らわしいもののけが。天神。あら、この人が天神様ね。よくぞここまでたどり着いたな、人の子よ。さあ、天へ参るぞ。やっと、ここまで。イッサさん？何？おい、あたしも連れてって、大事なところで噛むんじゃねえよ、バカ。おい、あたしも連れて行っておくれ。やっとここまで来れたんだ。いいだろう。
そなたは、ああ、お前は天でも有名だぞ。土地殺しの疫病神が。ここまで来るとは、なんと滑稽な。どういうことなの、イッサさん。お前が天へ登るなど片腹痛いわ。お前はこの先も決して天へは行けぬ。一生めぐるの村の土地で罪を償い続けろ。お願いだ、御将だから。私は自分の罪を忘れたわけではあるまいな。ソラ、今だってそなたが土地を離れ禊を怠っている今、どんどん土地は汚れていくぞ。汚れが蔓延すれば土地も人も腐って、いずれ。よしてください。なんでイッサさんにそんなひどいことを言うんですか。ひどい？それはそなたが無知ゆえ言える言葉じゃ。それにそなたはこやつに騙されていると知ってもなおこやつをかばえるというのか。騙されてる？どういうこと？この男は天へたどり着けないようなっとる。普通ならここへだってたどり着くことはできん体じゃ。それがこやつはここにいるならば、そなたを利用したに過ぎんだろう。あらかた甘い言葉でもささやき、道案内と称して天へ導いておったんだろうよ。自分が天へ登りたいがためにな。まあ、私としては迎えが近くなって楽になったがな。利用？イッサさん。おひな、ごめんよ。私は、お前さんを利用して。さあ、寒暖もここまでにして。なんだ、天神様がなんか荒ぶってるぞ。ちょっと闇落ちしそうじゃない？あのポケモンの弱体化する時のやつじゃない？ポケモン全然知らないけど。あらそろそろ、てんや。あれは、天国の汚れに、体が耐えきれなくなったんだ。のぼるぼぼ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 かっこよ。え、何、逃げなきゃいけない？あそこなら。イッサさん、こっち。え、飛び越えられたの？おひな、早く。え、ここまで来れば。あ、やっぱり来るね。人の子、人の。あ、もう。あ、これ私。あ、ちょ、待って。見えないって、見えないって。ちょ、あ、オッケー。まだ？待って、ちょ。追いつかれるって。ああ。次の私になるのかな。はあ、ゲームオーバー。うわー、なんかちょっと
今回のひなこちゃんを助けられなかったことが、こう、悔やまれるな。とりあえず逃げる時が鬼畜すぎて。待って、私。動機と息切れが。とりあえずちょっと今日これで終わりにします。次回、頑張って逃げ切りましょう。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。おつびよー。